ルーマニアで練習機として使われるハインケル HE112 ハインケル HE112 は第二次世界大戦前にドイツのハインケル社で開発された単発のレシプロ戦闘機である。ハインケル社独特の大円翼を持ち逆ガルタイプの全金属製機で当時としては近代的な機体だったがメッサーシミット BF109 との比較審査に敗れ、 ドイツ空軍での正式採用はならなかった。その後密閉式コックピットを持つ増加施策型が輸出用として少数生産され、日本海軍でも12機購入し96式艦上戦闘機との比較審査を行っている。1933年にドイツ航空省はハインケル h 5 1の後継戦闘機の使用書を提示したが、これに対して ハインケル社が開発したのが HE112 であった。HE112 は全金属製の単発、単葉機で主翼は逆ガルタイプのハインケル社独特とも言える、楕円翼を持っていた。また地上滑走時の取り扱いを容易にするため、外側引き込み型の主脚ながら車輪間隔を広く取っていた。コックピットはパイロットの視界を重視して開放型とした。 エンジンについては、イギリス製のロールスロイスケストレルを搭載した。1935年に完成した試作1号機は、同じ仕様に応募した BF109、AR80、AR FW159 と比較審査された。その結果、同じエンジンを搭載する BF109V-1 より、時速 30km 以上も速度が遅く、上昇性能も劣ることが判明した。 この結果を踏まえて、ハインケル社では改良型の製作に取りかかるが、航空省では HE112 が BF109 よりも重量が重く、主翼をはじめとする機体形状が量産に適しないことと、座席が密閉式でなかったことを理由に BF109 の量産を決定してしまった。しかし、全般的には当時の水準としては、優れた性能を有していたことから、 ハインケル社では、HE112 の正式採用を目指して引き続き、回収を続けていくことにした。その後、エンジンを、ジュモ210ダーに換装、コックピットを密閉式にし、主翼形状を回収した増加試作型 v 四が、最高速度時速 485km を記録するが、航空省の反応は鈍かった。さらにエンジンを強力なジュモエクアンペアに、 乾燥、機体を再設計し、軽量コンパクト化した V-9 が HE112 バイトから例の原型機として製作された。1937年に初飛行したこの機体は BF109 バイトを時速4 0トル上回る最高速度を出し、その他の性能でもほとんどの部門で BF109 より優れていた。もともと本機は速度性能重視で作られた。 BF-109 に比べて運動性や地上での運用にも配慮した設計となっており、これで HE-112 がドイツ空軍に採用されるものとハインケル社では期待した。しかし、構造と形状が短期間の大量生産に向くという理由で主力戦闘機は BF-109 となり、審査に敗れた HE-112 は輸出用として生産されることになった。 本機を最初に購入したのは日本で、日本海軍が中国船専用に30機購入の契約をした。日本海軍における名称は、ハインケル112型陸上戦闘機。まず12機の HE112 バイトから例が輸出され、テストされたが、固定客の96式艦上戦闘機に、比べ速度は大幅に勝っていたものの運動性、上昇力も劣ったため、 結局前線へ送られることはなかった。その後、これらの機体は練習戦闘機や教材として用いられたほか、テーパー翼や発動機、引っ込め足、付帯技術などの研究に利用された。なお、うち1機は東京帝国大学第二工学部に払い下げられている。残りの対日輸出分は引き渡しの遅れからキャンセルとなり、代わりに、 スペインドーランに参戦していたドイツ、キユー軍コンドル軍団によって使用された。また、ルーマニアにも20機以上輸出されたが、このうち11機はエンジンを強力なジュモ 210G に換装した B-1 型だった。ルーマニアに輸出された機体は、第二次世界大戦時後に、対ソ連戦に使用された。この他ハンガリーにも、極小数機が輸出されている。 結局生産機数は各型合計100機前後でメッサーシミット社の政治力に破れる形でドイツ空軍への正式採用がないまま生産は1939年に終了した。ハインケル社では HE112 での無念を晴らすため HE100 の開発に注力していった。なお、HE112 u が1939年3月10日。 時速 746.66km の世界記録を樹立したと発表されたが、実際は HE100V-8 型であり、HE112 シリーズとは関係がない機体だった。HE112、ありがとうございます。